この扉、前に来た時は閉まっていたけど、今は開いてるみたいだね。鬼神兵の襲撃を感知して、非常事態モードが作動したのかもな。巨神の膝に抜ける道はこの先だ。準備はいいか、シルク。なあ、行こう。ランプ、大将が道しるべに設置したやつだな。こいつを頼りに行けば巨神の膝に抜けられるね。ああ、でも逆に言えば武装した大将でも道しるべが必要なくらい危険な場所だってことだ。気をつけろよ、シルク。うん、分かってる。このエンブレムはコロニー6からの対象だ。ここしばらく物資の搬入がないから変だとは思ってたんだが。ライン、この傷、鬼神兵によるもんじゃねえな。おそらくここに救っているモンスターにでもやられちまったんだろうぜ。悔しいだろうな、こんなところで。それも鬼神兵じゃなくてただのモンスターに。この人たち、家族や子供はいたのかな。どうだかな、いてもおかしくはないだろうが。つか、なんだってお前そんなことを。いや、なんでもないんだ。ねえライン、この人たち巨神に戻してやらない？ん？ああ、そうすっか。巨神から生まれたものは巨神へと帰る。俺たちホムスのしきたりだもんな。思ったより大変だったな。俺疲れちまったよ。一休みしてこうか。大将を全滅させるくらいのモンスターがいるんだ。疲れた体じゃ危ない。僕起きてるから先休みなよ。悪いな。じゃあ起きたら交代な。シルク、交代しようぜ。もう起きたの？なんだか眠れなくてさ。体はすっげえ疲れてるってのにな。ライン、なあ、なんで鬼神兵って襲ってくるのかな。俺たちただの食い物なのか、それともなんか悪いことでもしたのか。大昔にあったっていう巨神と鬼神の戦争、それが原因か。さあ、ただ機械が生物をエネルギー源にするってのは考えにくいよね。もっと何か別の理由があるような気がする。フィオルンは奴らに殺された。うん、俺は奴らを絶対許せねえ。どんな理由があったとしてもだ。うん、
あの時モナドがフィオルンの身に何が起こるのか見せてくれた。でも僕は助けられなかった。お前のせいじゃねえよ。いきなりそんなもん使って未来が見えたからってどうにかなるもんじゃねえ。お前はよくやったよ。奴らを撃退したんだからな。俺には無理だ。俺さ、あれからちょっと考えてみたんだ。なんでお前がモナドを使えたのかって聞いたよ、ディクソンさんから。お前14年前のモナド探索隊の生き残りなんだってな。猛吹雪か何かが原因で親父さんもおふくろさんもその時死んじまって、救助に向かったディクソンさんに助けられたって。もっとも小さかったからその時のことは覚えてはいないけどね。だからなのか、ディクソンさん手伝ってモナドのことずっと研究してたの。どうだろう、父さんや母さんの形見みたいな気持ちがなくはないけど、この剣が本当に巨神の剣で伝説にあるような鬼神を打ち倒したものならば、むしろその秘密を知りたい、そっちの気持ちの方が強いかな。あれだな、きっとお前選ばれたんだよ、モナドに。僕がモナドに？ダンバンさえ持て余した伝説の剣だぜ。そんくらいあったっておかしかね。さ、見張りの続きは俺がする。お前も少し休めよ。うん、そうする。おやすみ、ライン。買いたいかい？え？未来。望まない未来を変えたいと願うのは人の常さ。そうだろ？それが定められたものであっても、君は抗うのかい？僕は。今、モナドは君の手にある。モナドは君と共に成長する。真のモナドを見つければ、それは叶うはずさ。真のモナド。シュルク。あ、シュルク。ない。シェルク。シェルク。ライン。起きたか、シュルク。手を貸してくれ。マービーバー。いや。おー、行くぜ。オーラパン。どうだ。どうだよ。マービーター。モナドの力なのか。こっち見ろ、これ。モンハッパー。くらえ。やったな、シュルク。騒いだ。ここだ。やったな、シュルク。マービーターだ。スリットエッジ。みなぎってきたぜ。と、ほら、やれそうだ。この調子で行こう。なんとかかる。開け。俺に任せろ。シュルク、ナイスな攻撃だ。やってやるさ。トウ、バックスラッシュ。ほら、やってきたぜ。騒いできた。ほら、ハンマーシュートだ。ない。ガーッ、いくぜ。俺に任せろ。ごめん、ライン。いいって。
それより随分とうなされてたぜ。うなされていた？僕が？今モナドは君の手にある。モナドは君と共に成長する。真のモナドを見つければそれは叶うはずさ。真のモナドって、それに今の夢は？どうした？さあ先を急ごうぜ。夢じゃない、これはビジョン。どうする？ラインに伝えるか。いやでも